魔界とは、呪いや恨みによって死んでいった者たちの思いによって生み出された空間。そこには人型と呼ばれる死した英雄たちが果てない戦いを永遠に繰り広げる。それは地上に降りかかる災いを封印する空間でもあった。2014年4月22日、魔界にある集団が降臨する。彼らの名は魔界少女犬。昭和初期、政府転覆を図った陰陽師集団である。棟梁である平流、参謀の神楽坂と巻青子、猫で構成される。魔界少女犬は魔界に霊力を貯めるため魔界連闘会を開催する。魔界連闘会とは、異業の死を遂げた英雄たちを人形として蘇らせ戦わすものである。前座の戦いを経て、彼らが召喚したのは平安時代最強の女武者と呼ばれた巴御前、そして戦国のジャンヌ・ダルク鶴姫である。二人の戦いは巴御前の勝利で終わり、魔界の霊力は高い。続いて行われた戦いは、その素性がまだ明かされていないコエンと猛牛魔の戦いである。この戦いは魔界少女犬も参戦する戦いとなり、結果猛牛魔が勝利する。魔界の霊力は最高潮に達し、連闘会は大成功に終わるが、魔界少女犬平良は公園の動きから不穏なものを感じるが、